久保さん。やっぱ一人はいいですよね。<laughs> ほんとね、一人で稼ぐっていうのはね、僕ね、ほんと最強、今の時代に一番マッチングしてるんじゃないかなと思います。一人で稼ぐっていうのは。うん、これはやっぱね、変化も激しいですし、やっぱその人と関われば関わるほど、おやっぱそのしがらみっていうのは出てくるんですよ。しがらみ。 うんだから僕がやっぱやってたのが、やっぱ何か商品売るときにですよ。まあその人が何,何かの事情で、まあリタイアというかちょっとダメになりました。表にで出られなくなりましたって。これ3回ぐらいあるんですけど、僕プロモーションやってて。3、4回だったかな。かプロモーションやってるくのが、やっぱちょっと顔、あの、表に出るのちょっとあれですって。マジでみたいな <laughs> だから結局その、一緒にやるとそういうことになってしまったりするんですよ。でも一人だと自分が決めて自分がやる終了。<laughs> 自分が商品作って売る終了なんですよ。 だから、めちゃめちゃこれスピーディーでめちゃめちゃいいなっていうところで、時代のその変化にもね、対応しやすいですし、例えば、会社だと何か商品を作る上で確実に企画会議とか会議があって、あれはダメだこれはダメだっつって、で、通るまで3ヶ月かかるとかね、これザラだと思うんですけど、ま、自分だったら、今日やろうと思って今日やればいいだけなんで終了です。企画会議自分でやって、自分で通して、自分でやる終了なんですよ。だから 意思決定がすべて自分にある。経営判断がすべて自分の意思である。例えば、大きい会社だと取締役会があって、社長ですらね、社長ですら何か大きいことを決められないですよ。取締役会で取締役の何人がダメだってだったら、社長の判断でもダメなんですよ。あと、うん、その株主総会とかもありますけどね。<laughs> そう。 株主の人がな、なんだ、50%か十60%持ってると、その経営に入ってきちゃうっていうね、あったりとか。だからね、これね、うん、トータル的に見ると、その、例えばですよ例えば、あのー、年賞100億、年賞1000億目指すんだった一人は無理ですよ。それは無理なんです。さすがに。 さすがにそれは無理です。ビジネスとしてですよ。ビジネスとして年収100億とか年収1000億とか目指すんだったら、一人じゃ絶対無理です。これはさすがに。まあ、これね、投資とかだったらね、BNF さんとか200億とか、一人で稼いだり、多分一人やっ,てやってるだけなんで、与ザさんも一人ですよね。なんで、あのー、投資はいけます。ただビジネスは無理ですね。うん。だから一人ビジネスを、僕は一人ビジネスやって、 えー、最終的に BNF、ね、さん的な投資でもお金増やせるっていうのが多分究極、一人で自由に生きるっていうところの究極系なのかなと思ってます。自分で稼げる力もあるし、その投資に回す軍資金を自分で稼げる。はい、えー、ちょっと切れちゃいましたけど、えっ、ー、となんだ、えっ、ー、と、どこまで行ってましたっけまあ、とりあえず一人が一番いいと思います。楽で。まあ、実際僕4年一人でやって思ったのが、 あの、一人最強です。ただし、ほとんどの人はやっぱ一人で、うん、やる勇気だったりとか、一人で継続する、うことができないです。うん、ちょっと久保さんと僕は異常なんで、すみません。<laughs> 久保さんと僕は異常です。まあ、そもそもこのやりとりみたいなのできる人は、日本で探しても多分僕と久保さんぐらいですよ。うん、キモいんです。とりあえずキモいんです。<laughs> キモいぐらいできるんで、 以上ですから、一般の人は多分一人でブーストアップとか一人でなかなかね、稼ぐってことはできないんで、サポーターですよね。それをサポートしてくれる人がいた方がいいと思います。サポートね。だから僕のコンサル生で、あの、大工の人いてるんですけど、この前言われたのが、吉田さんと。まあその契約期限、期限が切れるわけですよ。今年で。で、吉田さんと。まだ1ヶ月前ぐらいなんですよね。で、吉田さんちょっと不安なんで、 もう,もうちょっと、契約切れた後、どうしたらいいですかねみたいな。<laughs> こうまたなんかできないんですかねって言われて、あ、いいっすよ、別に、みたいな。で、そこからちょっとお話しさせてもらって契約になったんですけど、やっぱ一人だと不安なんですよ。なぜならば、じゃあその人は大工しかやってないわけですよ。で、大工しかずっとやってないから、じゃあなんか YouTube やるにも一人でこのままでいいのかなとか、いろんな不安あるじゃないですか。 うん、なんかそこをね、一人で乗り越えられる力、考え方、行動力があるんだったら、全然誰の力も借りずにやればいいと思うんですけど、ただ、ほとんどの人が、うん力を借りないと。最初は人に頼らないとダメな部分があります。まあそもそも、赤ちゃんの時ってお母さんお父さんに頼らないと生きていけないじゃないですか。まあそれと同様に、まあ YouTube 始めるんだったら YouTube 初心者赤ちゃんじゃないですか。うわあどうやったらいいかわかんないみたいな感じですよね。 お父さんみたいな。どうやったらいいか分かんない。おぎゃーみたいな感じなんで、じゃあそこで、じゃあこうやればいいんだよとかね。そういうサポートしてくれる人っていうのは、あった方がいいと思います。で、逆にそこにお金を投じて、そのサポートを受けるっていうことは、うーん、なんだ、メリットなんじゃないかなと思います。別にね、一人でできるって思うので一人でやればいいと思うんですよ。今その、やり方とかね、稼ぎ方とか、いくらでも無料であるわけですから。いくらでも無料であります。本当に。だから一人でやれるんですよ。 だ本当に今って一人で本当にマンパワーで精神力がある人はマジで一人で稼げます。だってやり方無料で落ちてるんだから。だから精神力がある人はマジで今一人で稼げます。環境も整ってるし、情報もあるし。だもし自分に精神力が欠けてるんだなと思ったら、精神力が高い人ですよね。高い人のサポートを受けるっていうのがいいんじゃないかなと思います。いってらっしゃい。